ガンバスター。どうも、たかよです。あまのです。ゆんぼよ。来た懐かしい。科学講座的に始まりましたね。はい、ということで改めまして日高のり子です。天野和美役佐久間玲です。ユングフロイト役河村マリアです。高谷のり子役日高のり子です。役名言うの忘れちゃった。気づいたんだって今。そうなんだ。何年前これ。うわー、なんか懐かしいものがドワッと揃っているんですが、シャラが並んでるけれども、ね、はい、今回みんなと会うということで、私ね、うん、LD 見直しちゃいました。あ、私もまとめてガッと全部見ると結構グッとくるのがあるよね。グッとくる、グッと。そして改めて思いました。はい、トップを狙いって宇宙戦争のお話だったんだって改めて思うな。改めなくてもそうだって。でもこのトップを狙いにキャスティングされた時、うん、みんなオーディション受けたんだっけ。受けない。受けなかったよね。受けなかったんですよね、これ、うん、あれ、ユングみたいな役っていうか、うん、あの声の出し方っていうのはマリアちゃんそれまでには、あのね、赤毛の気の強いあの軍人の女の子の役っていうのは、あの前にテレビのアニメシリーズでやってたのね。それだね、きっと。多分ね、それじゃないかな。そこからのキャスティングかしら。うん、なんか、のんこさんは、うん、私はね、最初のトップを狙いのお仕事はもういきなり予告を読むという、うんうん、予告編だったんですよ。収録が1回目で、うん、で、庵野さんに、うん、どうして私なんですかって言ったら、主題歌が坂井のり子ちゃんで、なんか言ってたキャストがね、坂井のり子だから、うん、で、日高のり子って、それだけみたいな。のり子続きとか言ってたの覚えてるけど、でもなんか、よくよく聞いたらね、うん、すごくのり子って、うん、一夜に一回は必ず泣いてるでしょ、うん、で、そのなんか泣いてるシーンがとても多い役なので、うん、っていうことで、隣のトトロの泣いてるシーンを見て決めたって、うん、けど本当に毎回泣いてたよね。毎回泣いてた。びっくりするぐらい見直してみたらびっくりするぐらい泣いてた、うん、でも全然無理のないところでやってたよね、うん、役柄的に、うん、そうなんだよね、スコーンと入ってた感じ、ね、羨ましいぐらいスコーンと入って。私それあの頃、うん、自分がアニメ声優っていう自覚が全くなかったから、うん、あんまりやってなかったし、うん、実際そんなに、うんうんうん、でこうアニメの声をやるときは、うん、可愛い声を出すもんだと思ってて、うん、子供の役とかばっかりやったから、うん、それで台本もいただいて、うん、なんで私っていうすごい思ってやっぱり聞いたの。なんで私なんですかって。そしたら、うんうん、なんか当時ね、NHK でちっちゃい子向きのお姉さんやってたのね、うん、でそれ見てらしたらしくて、うん、お姉さんやってたじゃんって、お姉さんでお姉さまでこれだっていう感じって言われて、それだけかいみたいな。でも、うん、れいちゃんの方がね、うん、私たちよりちょっと妹分的な感じでしょ、年齢的に言うと。ちょっと ね、だけどそれなのに落ち着き払った、うん、ねえ、内心バクバク。私なんかにしてみると、うん、某レッツゴーヤングっていう番組の先輩だから、サンデーズのお二人でございます。そうです。すごいこう冷静な人だっていう、なんか先輩ってイメージを持ってたのよ。なんで？だってそうだろう。だって NHK で会った時に、うん、なんか覚えてないでしょうけど、なんかすっごいニコッと優しく笑って、うん、あ、新しいサンデーズの子ね、頑張ってね。うわー、信じられません。言った感じがお姉さんだって。そうなの？これの逆状態。それでこれであって、うん、え、これだってって言いました。これであって、これであって、はい、うん、なんかこの役柄のなんかこうなんだろう、すんごいストレートな感情がパンパンって出るじゃない、うん、あ、こういう人なんだってすごいびっくりしたね。本当？本当に？それはね、ねえ、れいちゃんには申し訳ないけど、うん、頑張ってねって言った姿が偽りだった。やられた。そうか、本当に。だって私入ってきた時はさすがサンデーズで培ったチームワークと思って、ここに入るのか大丈夫かなって、なんか私が一番おたおたしてるこの現場でってすごい焦ったもん。見えなかったよ。マリアちゃん見えないね、そういう風に。全然見えなかった。なんかみんなバラすとお互いにドキドキしてたもんね。そうそうそう、内心も、うん、その
ぐらい緊張してた。じゃあ、天野さんと対決するあたりは、うん、最初にこう会った時に結構牽制するじゃないですか。はいはい、ね、そうだから牽制するのに余裕がないといけないのに、うん、結構ねこの間見返してみたら強制張った芝居してるなと思って。宇宙は初めて？いいえ、3回ほどバカンスで。そう、それなら大丈夫ね。そう、笑ってしまう。でもね、なんか当時の自分が見えて可愛いとか思ってしまう。でも安野さんと一庭のアフレコの時はお話ししてないでしょ、うん、私はもうなんかなんだっけ、ワープっていう言葉を漢字でダーッと書いてあるシーンが、なんとかなんとか宿題なんとかかんとか、もうオウム返しさせられて、うん、覚えてくださいって言われて。天野、教えてやれ。はい、正確に言うと次元波動超弦霊気宿体半径跳躍重力波超高速工法、略してワープです。スタスタスタとスタジオ入ってらして、次元波動超弦霊気宿体半径跳躍重力波略してワープ、はい、と思って読まないでくださいって言われて。あー、あれよく言えたよね。お姉様はこんなものはへでもないんだから、スラッと覚えて言ってくださいって言われて、もうその時に頭真っ白になって余裕で言ってるように見えましたよね。そうやってブツブツブツって言ったのがよっぽど自分ですごいこうトラウマになってて、寝てても出てくるの、次元波動超弦霊気宿体半径超弦重力波って、いまだに言えるってすごいと思う。ほんとほんと、あの時の恐怖っていうか忘れられなくて、あ、声優さんって大変なんだって思って。いや、そんな大変なのはなかなかない、ね、なかなかないと思う、うん、あれだけだったなんかさ、なんていうの、専門用語をたくさん言わされるじゃない、うん、で、これはどういう風に言ったらいいんですかって聞くと、うん、僕がやりますって言って、そう、ね、スタジオに入ってきて、うまいんだよね、そう、いきなり軍人っぽくなんとかなんとかなんとかなんていう、なんかパシッパシッってね、うん、切れてるんだけど、それは私にはできないのねとか思ってた私はやっぱりあれですね、はい、ゴアの技の数々を安野さんから伝授されたのが一番。あ、稲妻キックとか。うん、稲妻キックは大丈夫だったんだけど、うん、バスターシールド、バスターコレダ、バスタービーム、それからだからガンバスターになってからのやつを、結局技の説明を監督がっていうことで、うんうん、ゴアロは6話って一緒に撮ったよね、確か2本撮りで。そう、うん、そうそうそう、そうだよね、だから技全部別撮りだった、うん、潰れてもいいから最後にやろうって言って、はいはいはい、ね、そうだったよね、うん、でそれでみんなが帰った後に撮ったんだけれども、うんうん、その時に安野さんがスタジオに降りてきて、すごい疲れ切ってるんだけど、うん、バスタービームこういう感じですすごい目の前でそれで立ってやるんだけど、もうなんかやあの3つ目ぐらいから、うん、ダブルバスターこれだーってめまいして、あのさんこうやってあのベンチに倒れてこういう感じですって、なんかほんとさもう血と汗と涙が出るね。それを見た時に、うん、こんなに体張ってやってるんだから、うん、私も頑張らなくちゃってすごく思って、こう人間レーザーバスターシールド、すごい一生懸命叫んだ叫び、すごかったもん見たら、うん、これ声潰さないかしらっていうぐらい、確かトップだったと思うんだけれども、うん、うおっていうセリフが、うん、うおってボートでも波線でもなくて、うん、うおお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 おびっくりマークびっくりマークびっくりマークみたいな、うん、で日高さん、このおおおはなんであえて棒で伸ばしてないか分かりますかって言われて、分かりませんって言ったら押し出していくんです、うおーってだんだんすごくなるんです、そうすごい、一文字一文字押してくださいって、ダブルバスターこれだ、そうだもん、それがびっくり、録音終わった後ね、もうエクトプラズムが出てた私ちょっと、もしかしたら出ちゃったんだ、ね、目がうつぼ、いやでも本当魂削ってやってたよね、臨死状態ってやつですか私ねえ、なんか花畑とか見えたガ
って心も体もま、うん、っすぐに向いてやった作品って気がする。だからこんなにパワーがあるのかなっていうのは思うね。アニメにしては体張ったよね。いやもう本当にゼーハーだった、うんうん、私も叫んだことなかったな、そういう技とか。稲妻発見キー作りが、あ、本当このお姉様の喋りって、うん、あのまんまだったな、地声なの、うん、一番楽なトーンだったね、うん、で、あの似てないようで実はね、このとっぽいとこが似てる、とろいとこが似てるとこがすごく共通点があるの。お姉様とろくないじゃん。え、とろいよ。え、ダサいんだよ、変な言い方だけど。え、どうして？ああいう人ってね、自分のマイペースでこうやってるけれども、でそれが人が見て勝手に美学を見てくれるけど、本人はなんか多分すごくとろいんだと思う。あんまりこう洗練された雰囲気ないじゃんこの人。そうかしら。私はそう理解してやってたの。だからそこら辺でこうやりやすかったのね。で作りをこうなんとかよのりこって作っちゃったから、叫ぶって言うとさ、うんうんうん、これじゃ叫べないじゃない、うんうんうん、でどうしたもんかなってすごい悩んで現場に行ったんだけど、うんうん、隣で叫んでくれるじゃない、うんうん、結構稲妻キックとか、うん、稲妻反転キックとか、うんうんうん、2人してやるのが多かったから、うんうん、なんかそれで引っ張られて出たの。できなかったね、自分だけだと。なんか本当引っ張っていただいて、いや、もう主役の鏡だね。そんなにいやだってこんだけ隣でさ、うん、ガーってやられると、うん、なんかそれこ そう庵野さんのそれを見てやってしまったっていう感じで、うん、一緒にやれちゃったっていう感じ、うんうん、一生懸命やったよね、本当に一生懸命、ね、あの庵野さんも熱かったけども、うん、庵野さんのその熱さをまたこう、うん、跳ね返すように熱かったのが若本さん。熱いというか、なんて言うんでしょうね、庵野さんがボーボー燃えてる日だとすると、うん、若本さんもなんかこう地底のマグマのような本当にね、豪快という言葉この方のためにあるんだって方なんですよ。そう、若本さんは本当に素晴らしいです。もう本当、うん、私ね、うん、やっぱりあの熱血根性ものって、うん、あのスポコンものっていうのは子供の時からなんかドラマで見たりとか、うん、あのアニメで見たりとかしてるでしょ、うん、で学校でよくさ、あのコーチ役の人がバレーボールバンバン投げてさ、うん、もうできませんとかって、バレろとか言って、そうそう、結構そういう人憧れなかった憧れた、憧れたよね、うん、私はあれ若本さんで、うん、もう夢が叶ったの夢が叶ったの夢がそう違うぞ高谷って、これみたいなこれよって来たって感じで、うん、はいコーチっていう時のなんと幸せだったこと。よかったね、すごい嬉しかったのあれが。いいか高谷、一つ教えておく。自分を守れるのは自分だけだ。しかしそのために仲間を犠牲にすることは許されん。自分を守り、さらに仲間を救いたければそれだけの努力をしろ。はい、よし、Cパターンまでをあと50回繰り返せ。はい、コーチ。ご本人もそんな感じじゃない、うん、熱血って感じで、うん、ちょっと体育系だしね、体育系だしね、うん、声で、ね、声も大きいしね、うん、で若本さんはガヤができない人なんだよ。あ、ガヤっていうのはこうなんていうんですか、逃げ惑う人々とかですね。そうそう、学教室のこう普段のね、ざわざわっとしたやつとかですね、っていうようなのとかね、あのみんなに混じってこう言うんですけど、若本さんだけ声が大きくて立っちゃうので、ね、こう山田監督がね、あ、すいません、若本さんは外れてくださいもしくは一歩、もしくは大幅に引いて、大幅に引いてくださいそうすると、うん、わーはっはっは、外れてくださいだってよ、バーンとか叩かれて漫画みたいなことが本当にあるんです。なんか嬉しいな、そのこと言っても。懐かしい、この頃っていうのは、うん、来る役嬉しくって、うん、なんか新しい役やれるのが嬉しくってって、うん、もう本当に、うん、まさに私たち上を目指して歩んでいたところだよね、うん、ね、次はどこだ、ね、トップはどこだ、ね、くじけながらもなんか自分の新しい面に出会えるっていうかね、役やるとね、うん、そうそうそう、まさにそういう時期だった。スタートした時点ではちょっとギャグタッチもいっぱいあったじゃない。あった、そうそう、だからもうちょっと軽いね、うん、少しパロディーもあっていいのかなみたいなのがもう中盤からなかったよね、なかった、シリアスになったよね、最後はもう本当に、うん、ね、
命がけの、ねねうん、内容もそうなってきたしね、泣けたよ ね泣けた泣けた。だからなんかギャグって話になっちゃうと、つい私は1話のお姉様の鉄ゲタの話をやっぱりどうしてもしたくなってしまうんだけれども今回ここでみんなで集まるってことになって、うん、LD を見直して、うん、そのブックレット見たら、うん、安野さんのコメントがバーッと載ってて、インタビューが、うん、日高は未だにトップを狙いというの1話というと、うん、お姉様の鉄ゲタの話しかしないらしいですねあの子は一体1話の何を見てたんでしょうねそこまで言うひどいと思って、うん、ねえもう今日は絶対その話はしないぞみたいな、してるっていうねしないとねもうショックやったね。だって笑ったもの、あれは、うん、私どうしてもあのセリフが言えなかったんだもん、うん、もうなんか笑っちゃって笑っちゃって、お姉様が鉄ゲタをあれシリアスなセリフだったもんね。そうあれシリアスなんだよね。そう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 、お姉様が鉄ゲタをって笑うんじゃなくて、そうそうそう、鉄ゲタなんて素晴らしいってセリフだったでしょ、うん、そうそうそうそれだけどコーチと一緒にお姉様がちょっともうなんか鉄ゲタをってこう笑っちゃうんだよねでもそれがもう言えなくて言えなくて、うん、結局私は台本で画面隠していましたよ。見なかったのね。見なかったです。 あれを見ろ、あれがお前にないものの姿だお姉様が鉄ゲタを、やっぱり学園ものの続きなんだなっていうのがすごく明るくて、うんうん、本当は戦争してるんだけど、うん、だけどあの私たち男子とか女子とか呼ばれちゃうじゃない、うんうん、で、うんうん、はあ、学校なんだと思って、で男子部屋と女子部屋に分かれて階段とかやってるでしょお化けの話ね。私共学じゃなかったから、うん、いいなそういう意味で、うん、こういう青春は私にはなかったとか思って、すごくそれがね新鮮だったの、うん、戦争しながらもこう学校行ってるんだこの子たちっていう感じが、30代に入っていくじゃない、うん、お姉様は、うんね、あなたたち若かったけど、そうだな、あそこのシーンね、あれが切なかった、あの辺がすごい好きだったな、うん、私あの地球から ね、あのやってきた人をこう出迎えてて、あれお姉様っていう顔で二人でポケって見るでしょ、うん、そうそう、気がつかないって感じ。あれはね、うん、あのまず私キミコが大人になってた時にもすごくショックだったんだけれども、うん、それよりも何よりもお姉様はのりこのことずっと思ってて、で宇宙に来てくれるんだけれども姿がねもう大人になっちゃってるから、うん、あれが切なかった。でもなんかだからそのあれ見てるとね、そのなんて言うんだろう、人間が普通にこう時間をみんなが同じ時間こうやって生きてるじゃない、うん、私だけ16年年取ってないっていう感じで、うんうんうん、みんながこう同じ時生きるから、なんかあの時こうだったよねっていう、なんかこう共感できることが幸せだったりするじゃない、うん、なんかこう本当にポツンって違うんだっていう、なんとも言えない疎外感みたいなさ、うん、画面見ててもなんかあの時そうでもなかったけど、最近泣けちゃうよね、ああいうシーンって。いや、うん、あとね私ね結構あのいろんなところでね泣きどころがあって、うん、結構うるってきたんだけれども、うん、やっぱり最後の最後で、うん、あの お姉様とのりこが、うん、あのガンバスターに乗って帰って大きなその爆弾の中にこう起爆しにするために行く時に、うん、ユングが追いかけてくるんだよね、はいはいはい、あれ結構グッときましたでユングが、うん、お帰りなさいと言ってあげるわって、うん、でユングはさ、うん、あそこで戻っちゃうんだよね。戻らないってことは、うん、二人が地球に帰った時には、うん、ユングいないんだよね。ただね思ったんだけど、うん、意外とあのまた地球に帰ってまたユングのことだから宇宙に出てて、ちょっとみんなより16年年食ったぐらいの姿で出てくるのかなって改めて思った、うん、ありえるかもね、うん、あ、そっか、うん、あの性格だから提督ぐらいになってるんじゃないかと、ね、あ、そっか、うん、でもそれだったらいいな、あそこでもう地球は滅亡しちゃってんのかしら、うん、って言ったとこで2人だけっていう本当の2人ぼっちっていう状態、ね、そこでこうちょっとずつ、うん、あのライトがついていくじゃない、ね、であれは結構ねグッとくる、胃がひっくり返ってるし、うんうん、字が1個ひっくり返ってるのがまたリアルなんだよ ね、うん、頑張ったんだけど、うん、みたいなね、すごいね、なんかあの私たちが今見直して思うことを、うん、あの年代の時に、うん、あの若いスタッフが作ったっていうことが、うん、そうよ本当ね、鉄ゲタから始まって、ね、鉄ゲタから始まってやっぱり鉄ゲタに始まり鉄ゲタにそうパロディとギャグで始まって、うん、すごい感動作品、人類愛まで行っちゃって、ね、最後になってしまいましたけども、あのトップを狙えを、ずっと見ててくださった方も、それからこれから見るんだっていう方も、
なんていうのかな、当時の私たちの新鮮な気持ちとか、あともう体から溢れちゃうパワーとか、そんなものを感じていただけるんじゃないかと思います。こういう前向きな気持ちがあれば、まだまだ地球は大丈夫だって思いました。ぜひぜひ皆さんもパワー全開でまた見ていただけると嬉しいなと思います。河村マリアでした。本当にね、こんな素晴らしい、息の長い作品に、巡り合えて本当に幸せです。私ね、アニメの声優をやっていて何が幸せかっていうと、今マリアちゃんもね言ってたけど、いろんな人の心にダイレクトにポンと入っていけることなんですね。でどんな怖い顔したおじさんでもお兄さんでもおばさんでも、こんなアニメあんなアニメっていう話になると、一気にね、その頃の可愛い少年少女の顔に戻ってくれるんです。でそれに声を当ててたんですよなんて言うと、もう本当にみんながね、パーって明るい顔になるのね。だから皆さんもこれから10年20年30年経ってもトップを狙えの、話になった時には、今みたいなね、キラキラの感性に戻ってくれたら嬉しいと思っています。本当にありがとうございました。佐久間レイでした。自分もアフレコをしてた当時からはもう16年ぐらいの歳月が、経って、自分の中で大人になった部分とそのがむしゃらに頑張るだけではない部分っていうのができてきちゃってるんですけれども、久しぶりに見てみて、がむしゃらに何かに燃えて打ち込んで自分自身を捧げてみたいような、なんかそんな気持ちに私なっちゃいました。だから今まで、愛してくださっている、皆さんは、また自分がくじけそうになった時にこの作品を見てみてください。そしてこれから見るんだっていう方はですね、絶対にあなたを元気にする自信がありますぜひぜひ見てください。そして、人生の折々に、あ、この作品が好きだったことがあったんだなって、そして自分の子供たちにも元気がないなと思ったら、この作品を、見せてあげてください。きっと、こう心の奥底からふつふつと湧き起こる、なんかこの熱い思いみたいなものが体中を駆け巡ってくれることだと思います。私も今そんな気持ちで、久しぶりにとっても元気になりました。嬉しいです。ありがとうございました。日高のり子でした。